こんにちは、ヤマロックの淳です。今回は日常でも使えるヤマシャツを2つ紹介していきたいと思います。真夏でも涼しく快適なショートスリーブのシャツになりますので、これからの季節のウェア選びの参考になればと思います。それでは行ってみましょう。僕も含めて休みの日は着やすい T シャツばかり着ているそこの皆さん、たまには襟付きのシャツでも着てみませんか。ということで、昔は襟のあるシャツというと綿素材のものが多くて、アイロンをかけたりですとかクリーニングに出したりと扱いが大変だったんですけれども、最近ではナイロンですとかポリエステル素材などの化繊素材のものですとか、天然繊維でもシワになりにくい素材のものなど、質感が良くて手入れが楽なものも多くなってきました。そんな中でも登山用のウェアは特に素材にこだわっていて、機能性や質感がいいものがたくさんありますので、数ある山シャツの中から僕が普段着として最高にかっこいいと思ったものを2つ紹介させていただきたいと思います。では早速1つ目から紹介していきます。まず1つ目は山と道のバンブーシャツスリーブショートになります。こちらのシャツに使われている素材は天然繊維のバンブー素材が 50% ポリエステルが 50% のコンボになります。僕は身長177センチ、体重65キロで L サイズを購入したんですけれども、L サイズの重さは177グラムになります。2023年シーズンまでの価格は9350円なんですけれども、今シーズン2024年はまだ発売されていないので価格変更になるかもしれません。カラーバリエーションはとても豊富なんですけれども、シーズンによって異なるので、今シーズンはまだどんなカラーが展開されるかというのは分かりません。こちらのシャツの公式サイトでのキャッチコピーは気軽に着れるタフなシャツということなんですけれども、僕が一言で言うなら何とも言えないしなやかさで上品すぎるシャツです。バンブーという素材は竹を原料にしていて、レーヨンとかバンブーレーヨンと呼ばれたりするんですけれども、ウールと似た吸湿性と消臭性を備えている天然繊維になります。バンブー素材自体は水に弱い性質で、濡れるとゴワゴワした独特の質感になるんですけれども、乾くと張りが出てしなやかな質感に戻ります。吸湿性と消臭性に優れているので、山での着用でも日常着としても機能的でいい素材なんですけれども、単体での強度は少し弱いので、ポリエステルを 50% 混紡することによって強化しているという感じです。僕は3年前からこのシャツを着ているんですけれども、洗濯の際はネットに入れたことは一度もありませんし、他のものと一緒に回していますが、見ての通り何の問題もないかなという感じです。山と道のシャツはこのバンブーシャツ以外にも超軽量な UL シャツというものと、メリノウールを使ったメリノシャツというものもあります。UL シャツもシワになりにくいんですが、街で着るにはペラペラすぎてちょっと心もたないかなという感じがします。メルノシャツに関しては僕は持っていないので細かくはわからないんですけれども、スペックを見てみると通気性と消臭性も備えていて、生地自体の厚みもそこそこありそうなので、普段着として着ることもできそうですが、若干シワになりやすかったりですとか、耐久性も少し劣るようですので、バンブーシャツよりもデリケートに扱う必要はありそうです。ということで、山での着用でも日常着としてもバランスのいい素材を使用しているこちらのバンブーシャツなんですけれども、シルエットが最高にかっこいいんです。僕は身長177センチで体重65キロで、まあまあの胴長短足なんですけれども、 L サイズを着用しています。横幅はゆったりめで、前から見た時の丈は短めにデザインされています。丈が長すぎると僕はただでさえ足が短いのに、より胴の長さが強調されてしまってより短足に見えてしまうので、丈が短いのは嬉しいところです。お尻にかかってくる後ろの丈は少し長めにデザインされています。ここまではアクシーズクイーンのアクティブシェルパンツと合わせてきましたが、ここからは違うタイプのパンツと合わせてみようと思います。まずはメンズカジュアルの大定番、グラミチのニューナローパンツと合わせてみます。生地の分厚いデニムタイプですが、ペラペラすぎないバンブーシャツがよく合っていると思います。次に山と道の5ポケットショーツと合わせてみます。ワイド気味で比較的丈の短いショーツですが、バランスは悪くないんじゃないかなと思います。ということで、日常着としてもかっこいい山シャツの一つ目は山と道のバンブーシャツでした。
2つ目に紹介する山シャツはフーディニのコスモシャツになります。こちらのシャツに使われている素材はウィッシュウーバンというポリエステル 100% の素材になります。重さは 132g で僕は M サイズを購入しました。価格は 17,600円になります。今シーズン2024年モデルはもう発売されているんですけれども、カラーバリエーションがとても豊富で、今シーズンはこんな感じのバリエーションになります。ちょっと読めないようなカラーバリエーションばかりですので、大雑把に言うとブラック、ネイビー、オフホワイト、グリーン、オレンジ、水色のような感じです。こちらのコスモシャツを一言で言うなら、テカリを抑えたマットな質感で、驚くほどしなやかで柔らかい高級感のあるプルオーバーシャツといった感じです。こちらに使われているポリエステル 100% のウィッシュウーバンという素材なんですけれども、ポリエステル生地独特のスポーツウェアみたいな光沢感がかなり抑えられているので、マットな質感に仕上がっています。ですので見た目も手触りもコットンのような感じで、透湿性と耐久性も兼ね備えているので、山での使用はもちろんですが、暑い夏の日常着としても着用することができます。そして生地には若干の凹凸があって、シワ加工もされているので、この細かなシワ加工が後からつく大きなシワなども気になりにくいかなという感じがします。僕は2024年のモデルを1ヶ月ほど前に購入して何度か洗濯していますが、その際はネットにも入れずに他のものと一緒に回しているんですけれども、こちらも洗濯後のダメージですとか、あとはシワなどは全く気になりません。こちらのシャツのシルエットに関してなんですけれども、もともとフーディニのトップスは横幅がタイトで丈が長めのものが多い印象なので、なかなか日本人の体型には難しいかなという印象が僕はあったんですけれども、こちらのコスモシャツに関しては2024年モデルから丈が少し短くなったようですので、僕のような胴長短足でも体型を気にせずに着られるようになったかなという感じです。横幅はかなりゆとりのあるデザインで、袖も大きく長めなので、少しオーバーサイズ気味に着るとかっこいいんじゃないかなと思います。ボタンに関しては4つあるんですけれども、プルオーバーのシャツにしては割と広めに開けることができるので、換気はしやすいですし、ボタン自体が隠れる構造になっているので、他のシャツとのバリエーションもあっていいと思います。フーディニのロゴに関しては左後ろに小さく入っているだけですので、主張しすぎていないところが日常着としては嬉しいところです。ここまではコスモシャツのセージグリーンを着てきましたが、ブラックを着るとこんな感じになります。明るめなカラーのパンツとよく合うんじゃないかなと思います。こちらも適度に光沢感を抑えられていて上品な質感です。続いてグラミチのデニムと合わせるとこんな感じになります。そして最後にヤマトミチのファイブポケットショーツと合わせてみました。ということで、日常着としてもかっこいい山シャツの2つ目はこちらのフーディニのコスモシャツでした。ということで、日常着としてもかっこよくて機能的な山シャツを2つ紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。どちらのシャツもアウトドア用に作られた高機能なシャツなんですけれども、日常着としても上品な質感で最高にかっこいいです。フーディニのコスモシャツに関してはフルマークスのオンラインストアでまだまだ在庫はたくさんありますし、ヤマトミチのバンブーシャツに関しては6月頃に2024年の発売が開始されると思いますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。特に夏場は気軽に着ることができる T シャツ、まあ、これ長袖なんですけれども、半袖の T シャツなんかを着ることが多くなってしまうと思うんですけれども、たまには今回紹介したような襟付きのシャツを着てちょっと気分を変えてもいいんじゃないかなと思います。ということで、今回のような登山に関係するウェアやギア類の紹介ですとか、登山に限らずトレランやマラソンのウェアやギアなどを紹介しているチャンネルになりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録していただいて、次回の動画をお待ちいただければと思います。そしてヤマップやヤマレコ、インスタ、ストラバなど幅広く投稿していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。